まあまあこれ真面目な話すると、そのソフトバンクと練習試合をやっていったんですよ、秋のキャンプ中に。で3本からヒット打ったんですよね、追い込まれてから。でそれまでの練習でも監督もね、もうガンガン入れろよって、何ちょこちょこ打ってんのみたいな、僕もそう思ってたし、それ言ってたし、その、まあ、3安打したって、まあ期待されてるの分かってるから記事にもなるじゃないですか。でも試合終わった時に秋色と話して、秋色さ、お前今日3安打したか分かんないけど、俺の中で全く評価してないよって、お前にそこ求めてないんだよ、何のための55番なのっていうとか、追い込まれてもあのヒットよりもブワーって振った三振の方が俺は見たいんだよと、必ずそれがものなんだと、お前の場合は飛ばせないやつに言ってんじゃないんだよって、だからそれやってくんないっていう、まだやっぱどうしても期待されてるの分かってる、で結果は出したいとちょこんちょこんって言い出すから、もったいねえなっていう。俺ありがちな小物タイプじゃないかなと思って。ああそうかも分かんないですね、確かに。だから生実家器用じゃない、器用なんですよ。だから不器用なやつはホームランバッターになれるけど、うん、器用なやつとホームランバッターになれないというか、ね、うまいこと手抜いてこう打ちますもんね。そうなんだ、レフト前もポンってね。だからそれで苦しまなければいいなと思う。そこは苦しんでますね、だから僕の中でも見てたら、まあまあその道に行ってもあれがちょこんってヒット打っても、じゃあ3まで打つかっていうとちょっと怪しいんですよ ね、 だね、うん、だから浅野はね、トレーニングコーチとも見たんですよ、この間1回だけ、うん、まあ、全体的には監督はなんかスーパーボールだかなんかそういうみたいだって、俺はウリボーみたいに見えて、イノシの子供みたいお前もひどいねウリボーまあ、かつじゃないか、子供なのに子供なのに、あのパチンコが入ってきちゃってパチンコのガラス突き破って出てくるんですよ、ウリボーパニックになってな、そう飛びついてね、まあそのように見えるんだけど、まだ売り棒なんですよ。売り棒体感弱いんで、体感弱い。弱いんですよ。あれで？そう弱いんですよ。だからまあトレーナーからもそう聞いてたんで、あのトレーニングコーチからも。で実際バッティング見たら、まあ体感は弱いんですよ。だからセーラーとバットのヘッドは走りはいいよね。ああもう角度はいいですよね。あのあれもいいですよ。あの慶応の子も。誰でしたっけ？萩尾です。萩尾誰です？浅野も忘れ、最近ずっと浅いって言ってたから、萩尾やっぱりあれ誰だっけ、若林 いない人になっちゃってたんでしょ。そう俺うちのジムの子だったスイッチ行ったって、あれあの子男もやんのかっそうじゃないっつって、まあそういう意味で言うと、まあ、黄色も育て替えはある、これからの僕が N して僕のコーチの後の人らも代謝が悪くなってくれるのも待つとかもありますけどね。あれと本当12号食ってたらね、これはすごいです。あ、だ盗塁はあんま求めてないですもんね。ただその秋のキャンプでも監督も言ってくれてたんですけど、3点かなんかビハインドになって秋色がなんかヒットかなんかでランナー出たんですよ。だ初球走ってったんですよ。俺も僕はそのなんでだからなんでと思うじゃないですか僕監督もデイブお前さんもあのこの秋はずっと上で見ようよ試合をでいろいろ話しよう結構ミーティングして、で新之助がまあ指揮を取ってた時に、走った時に俺何やったのこれで、その試合前のもちろんミーティングも聞いてるし、積極的に走ろうなんてのも聞いてないし、そしたらエンドランのサイン間違ったらしいんですよ。あ、間違いない。だけどエンドランが出るわけねえだろって気がつけよっていう、もう一回出してくれっていう、そこのはクエスチョンありじゃないですか。3点ビハインドでいくら練習だかってエントランだけ今日ザルぞって言ってんならいいけど、そこで相手にもゲーム支配されちゃって、だそういうのもずる賢さというか、まあ、素直なんでしょうね。言われたことに入ってこうやっちゃうのとかも勉強がいるんだろうな。だから何が勉強かっていうと、どこまでがその債務心になっちゃうのか、その我々のミスだと疑うところも持たないと、監督がこう出すだろうな、でもおかしいぞみたいなね、6対0で負けててスクイーズ出さねえだろ、3回にとか、それスクイーズやっちゃったようなもんですよね。だからそういうところもまあこれから1軍でもそうだし2軍でも統一した意見をみんなで持って教えていかないと、だからちょっと時間かかるかもわかんないですよ、あれの盗塁を見て。しかしやっぱり現役のコーチだな。そうですか。頭の中でこう整理してるもんな、ちゃんとこう。そうですね。向こう1軍こう1軍そうですね、やっぱ2軍でもう少し僕だから番手つけてるんですよ。でつけてるのがすぐ分かる。そうダイヤの8番目みたいなその子にも言ってあげようと思って、春に向かってはもう8番目ってことは野手6人しか入れねえのに、
入れないよ、まあ、そうそうそう、だから入るには打てば6番目に上がるよみたいな、7番目になるよ、まあ役割をしっかりな、そういうことですね、あの分かっとかないとね、そうそうそう、だからまあ、だからまあおかげさんでコーチもちょっとやらせてもらったり監督もやって、そのなんでこの子が上がれないかの上がらないかの説明は俺はしないでこう非常にはできるようになってるんですよ、うんうんうん、そこの説明やらない、まあまあそうそうね、本当に必要ならもう上にいるだろうし、その意図を自分で分かんないと上がってはこないな、いやいや自分で分からせないとダメだよ、ね、そうですね、で自分で分かる子じゃないと、そうですね、やっぱ上来ても働き場所はない、そうそう、どの何やのになっちゃう、そうそうそう、自分で見つけられなくなるんですね、そうですね、だからアリもその監督から去年の暮れにこう食事会が首脳陣であった時にお前さん来年どういう練習したいんだっていうから、まあ、できればあの秋みたいに、まあ、練習させていただくとありがたいです、で俺の案なんだけど聞いてくれる、あとお願いしますって、もう全員でアリ行こうと思ってるっていう、もうベテランも何もないよなって、俺たちはもう勝ててないチームだと、俺の中に昔 S 班だとか A 班だとか、うん、その G 組だとか A 組だとか、ね、Y 組だとかあったんで、あれ絶対良くないと思ってたんですよ、だってソフトバンクが連敗してから優勝もしてないんでしょ、何の特別扱いもいらないじゃないですか、敗者ですから、まあそりゃそうだな、ねって思ってたところに監督もそういう、 こう強い意志を見せてくれて、監督めちゃくちゃ尊重するし尊敬するから若い子でも、でまあまあそこでも全員でアリしたらアリの意味がなくなるところがあるんですよ、 その心理もあって、やっぱりそのタクシーもちょっと個人じゃないですか、うん、我々似てるとこあるじゃないですか、実は会社所属してるけど個人でこう売り上げの折半を会社とするみたいなね、でその遅刻とか欠勤が多い、こう罰金制をまあ野球界みたいに作ったんです、まあ、最初一瞬だけ守るんだけど、まあ、また元に戻ると、賞金制にしたと、また元に戻るんですよ、賞金だから来ると思ったら来なくなってます、何をしたグループ分けをしたらみんなで頑張ったって、いや だそれをアーリーもグループ分けしたんですよ、中田翔吾は親分で、あと2人下について長野が親分でしたね、これみんなとも話したら、あみんなもそれできます、じゃないと疎外感も出ると思うんですよ、それ面白いな、長野中地がお前ら来て好きなことやってろっていうのも、なんかちょっと俺の中では疎外感出んじゃねえかなと思って、したらやっぱり、まあ、長野もう全然やれますよ、やらせてください、でその中で3チームあるわけですよ、あ3人のチーム6チームできるんですよ、野手日本人18人なんで、で最初はワンクール目はちょっと気候も変わる、同じような寒さでもやっぱり変わるらしいんですよ、自律神経的には、まあ線がノルマになるんですけど、まあ、それでもすごいじゃないですか、若手は2000打つんですよ、2000、うん、で去年の秋で言うと大体みんな200でやめるやつが基本なんですよ、200を1セットとして、まあ、10セットやって2000にするんですよ、でまあせっかちな岸田ってキャッチャーのやつとか北村なんてのは1回で500も600も打ってくるんですよ、なるべく早く終わりたいっていう、まあ、それもありなんですけど、200で上げるやつはバーって拾っていくから200以下ってこともないし200以上が入ってるんですよ、余り玉見て余り玉が30球ぐらいあるんですよ、それやめるんですよ、はい200って裏方が投げ終わる、選手も休む、お前さこの30球1万円だったら30万月に取っていってんだよって、とんじゃないのって、もったいなくないって、いいよ別に俺はいいよって、長くコーチやるわけじゃないし、俺がお前が打ったって豪華になんないんだから好きにしてって、その量は、ただ振ったもん勝ちっての言ってるよねって、みんなが言ってんだから間違いないんだよって、医学も証明してんだよって、好きにしろよって、っていうのも余り玉も打ったら、例えば10拍打ったら1300球になるわけじゃないですか、それが数が増えれば、規定通り2人で2000打って、中田翔が200打ったとします。2200になるわけじゃないですか。長野が2201球打ったらこっちが上になるわけじゃないですか、数で言うと。そのチームは翌週からもう2000打たすんで、追い込む3日間するんで、得点をつけるわけですよ。1000にしてやろうかなとか。まあでも、グループ分けにするっていうのは大切だな。仲間意識でね。その翔なんかも、僕の下に秋色つけてくださいって、徹底的にやらしますみたいな。でチームでやってくれた方が楽しいし、熱そうなんてね、うん、俺ねマッチはね反抗期だと思いますよ、あいつだけは電話かかってこないですから折り返しそうあいつに説明しようと思って、なんて君熱を俺冷ややっことかなんか考えてるんですけど、まあ片岡ともね話してるんですよ、片岡やすと電話するとき、あいつベイスターズの臨時コーチやるんですね、やるんだな、あいつに電話するとき、昔のメールアドレスボケやすって自分で書いてるんですよ、うん、うちの息子も安成だから、はい、ボケやっす、うちの息子バカやっす、お前ベッキー、俺ボッキーみたいな合言葉がバカマッチーもそういうの考えてたんですけど出てこないんですよね、あいつもかかってこないし折り返しないんです、あれ反抗期ですよ、寂しいだろ、寂しいなマッチーにもその説明をして言おうと思ったんですけど、まだ言えてない、そう、そんなのあいつなんか YouTube 見たら、あーそーってマスコミの目でやってました、あそう、うん、お茶まみたいな
その前にやることやってくれみたいな。さあ、なかなか、ね、話を聞きましたけども、ね、本当に頑張って。そうですね。いや、応援してるし。そうでしょ。うん、本当になんかこう骨のある、まあ、コーチが入ったなっていう、ね、まあ、球界全体見てもね、なんか面白いコーチが入ったなっていう。そうですか。うん、骨はね、期待するんだよ。いいですか。いや、本当に。この間ね、デパートのうなぎ屋行ったらね、久しぶりにうなぎの骨が喉突っかえちゃった。あれはショックでしたよ。以上。